のウーバーイーツ撮っただけ。今配信つけてるから。気持ち悪くなっちゃった。気持ち悪い？大丈夫？水いる？水いる？何食べるでしょう？え？つけ麺食べるかい？つけ麺玉。ゆみたろちゃんエクステは90本ね。まだ届く。スタロンが。昨日辛麺食べたからじゃない。入ってないし。悪いかな。右のほっぺここだって手術してるもん。レオさんありがとう。あと満月の時は太りやすいんだよ。バッコロさんの味。コントロールしないでください。コントロールしないでください。今日満月。玉って美味しいの。玉食べたことある人。玉お味玉無料金。こういうの好きなんだよね。うちこれを持っとけばいいじゃん、ね、ストロングじゃないっけ、これ飲んでるよ。
気に入り、お母さんが送ってくれた。勘違いってない、わかんない。しーさん連絡取ってるよ、じんちゃんと。おいしい。ググググ来た。怒られるから、怒られるから、あの何も言わないけど。美味しいっす。ハートココナイスメッポンちゃん、ありがとう。ん？これって脈ないよ。ないよないよ。荒れるな、荒れるな。静寂に、静寂に。静粛。でもコメントが流れるのは嬉しいな。私の悪口が消えるから。うめえわ、うめえわ。今まで食べたつけ麺で一番おいしい。ナースのコスプレ、これミッキーヤンクミで。ディー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 。私の生徒に手を出すんじゃないよみたいな。やってやろうじゃないか。中痛、知らない。違う、これあの湿布が取れないように、この今流行りの GU で買ったやつはめてる。湿布が剥がれないよ。うめえ。This is Japan.腕キックボードが倒れた。どういう寝てる。うっせえな。勝手だろ、うちがデブローが顔向くもんが。うちも言ってやりてえわ。お前らの自分のね、気にしてることをうちが言ってやりたいわ。さぞさぞ嬉しかろう、さぞ気持ちよかろう。人が傷つくこと言えてね、人を傷つけられてさぞ嬉しかろう。地獄に落ちろや、地獄に。ここは
リビング、リビング、わかんない。つけ麺美味しい。セミトン可愛い。ルミちゃんありがとう。お先やめなってなんで言うやん。別に特にパケがあります。パケ、パケ、みんな大好き、みんなが知りたいパケ、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 みんな大好きパケ。こんにちは、パケ、パケ。多いね、これ。食える食える。やっぱお昼一番食べんとね、夜に向けて。お昼なんか実家から自撮り棒が届いたんだよね。組み立てよう。三田さん、中井たんって人が三田のブロックされて言ったから中井たんも分かった。三田の誕生日325。あのプロフィールよかったらご覧ください。エミ太郎自立するのって、うち子供の時から自立してます。あ、こうちゃんさんありがとう。ハートニコナイス。イエイエイ。お邪魔しました。なんだこれ。ヘリコプター、何これ。みんな大好きパケ。何だろうなこれ。あ、分かった。またくれ猫ちゃん、ありがとう。手どうしたのこれ。キックボードが落ちてきた。できた、できた。こういうの得意なんだよね、うち。
ょぼ。うち留守番昨日取ったの？1号さんで嘘つき、主理姉とお風呂に入ってはない。それは嘘ついた、盛り上げるため。それぐらいじゃない。ボード、何キックボール落ちてきたらここに、ここに痛いんだから。うん、見て、痛い。それは若ち子、若ち子、ちっちゃいこと、昔のことこだわりすぎな、みんな。警察官になった方がいいよ。いや、綺麗だよ、別に。ゴミも片付けてるし。楽しかった、ありがとう。うちも楽しかった。物があるだけで別に綺麗だから。雑談たぬきで話せば。トイレ掃除しました、昨日。気持ち悪いんだよ、お前。うん。うん、あんまり俺も上から始まる。特命さん、特命さん、早くの時期ぶりです。特命さん、特命さんがないとやってけねえ。ドン突き出す、来い。ありがとうございます。嬉しい、嬉しい、嬉しいな。嬉しい、嬉しい、嬉しいな。ありがとうございます。ねえ、むつもまつ、ルイジさんにあげる。これはいらない。アミタロウルさすぎた。チャーシューだけ味見。腕の毛がてっちゃん、ありがとう、ありがとう。あとで、
味しい美味しい。けどスタ丼来るから、スタ丼と唐揚げ。お前の存在に飽きた。飽きたのにコメントするの。絶対うちのこと大好きじゃん。28歳ですよ。黒川倉庫。入ってないから。しつこい。ゆみてろちゃんに会いたい。よくそんな狭い部屋とキッチンに住める。私はゆみてろちゃん好き。ゆっくりの始まり方に T さんこんにちは。ありがとう花火。嬉しい。ストロング一本。誰中国人店員って。あみちゃん好き、ありがとう。やっとね。やっとね。私も大好き。こんにちは。今日アンチ多い。暇なんじゃないみんな。それか満月だからみんなあのエネルギーがこうエネルギーで溢れてるんだよ。満月の時は犯罪が多いから。ん？天魚ゆみとりちゃんでそう7日昨日撮ってる。マジで届いてるわ。ごめんね。マジやばいよ。よく来てない。ちゃんとネギ抜きね。玄関警察が壊した。ここ家賃15万。クルメラーメン美味しいけどうちあんまり好きじゃないんだよ、豚骨。そうそう15万。酔っ払って暴言店員に言ったじゃん。なんで愛キティちゃん。卵から揚げ。何食べてるの。なんかついてる口。家賃払えばうちのお金は2人のお金と思ってるから。言うかと思ってくれる。うちの食生活までみんなにいろいろ言われたことないんだけど。鼻くそついてる。ついてない。嘘つき。
人の好みはそれぞれだけど、配信者として伸びしろないし、猫背のチビをわざわざ選ぶより頼みが。そうかな。パチンコはできる。スロットの目押しとかがわかんない。仕組みが、あのスイカとかバーとかを揃えれない。からパチンコがいい。ネギ抜き。伝説のスタ丼店で。うわっ、今油こぼれた。うわっ、あっちたうるさいじゃん。いただきます。美味しそう。うん、美味しい。うまい。ジューシー。え？こもこちゃん参上なのだ。合うね、お酒に。子供いないよ。疲れる、そのネタ。うん、ここさん、ありがとう。ありがとう。そろそろしつこいからね、君。299。うん、今ブロックしてないけど。ダメよ、スタ丼。顔トーマス、トーマスって丸いってこと。嫌いな食べ物ない。好き嫌いない。じゃあ一緒に食べて、ふみが先に食べて。いただきます。豚肉。お、なんだこれ。また乗り。
まい。あれ濃いね。いいね、このメガパン、ありがとうございます。ありがとうございます。うん、詰まった米が。配信してる、うん、分かった、行くからなって。ザーなじめるから、こっちちゃんとパンツ入る。オッケー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 、行くよ、すぐ行くよ。一分待ってね。お、サンタさん、こんにちは。美味しそう。伝説のスタ丼いただいてます。どう？え？そこな、そこの店な。どう？あとつけ麺玉早く来て。マジで頼みすぎちゃった。嘘だろ、うん、こっちで食おうぜ。無理だ。あの、読むわけないで、そのアンチコメントをさ、うちが読む権利あるのか、読むわけないやん。目には見えてるけど読むわけないやん。読むわけないやん、バカか。ああバカなのか。読んでほしいなら読んでほしいコメント書けや。そんなに嫌いならね、出ていけっつんだよ。いらねえから、閲覧なんて。お茶はいるかい？いる。あるの？うん、水買ってくる。うん。欲しいのは刺激だけ。わかる？刺激だけ。ゆじさんね、寝起きいいんだよ。
苦しい。レンジレンジは夏。あれもほんと太ってるね今日ね。ほんとしつこいよね。病気なんじゃない？心配なるわ。あんま心配せんけどね人のこと。でも心配なるよ、しつこすぎて。お前がなって。うちしつこい人が一番嫌い。うん、嫌い、大嫌い。優しい人が一番好き。優しい人、心が広い人、離れていかない人が大好き。嫌いならさ、嫌いならさ、もうどっか行けばいいじゃん。今誰配信者、パルパルさんとかさ、そのなんだ、人のとこ行けばいいじゃんね。いらないって言ってるやん。なんで来んの？いらねえんだよ。ん？どっか行け。しっし、お庭外、福は内。お庭外、福は内。お庭外、福は内。口の中見せるぞ。超汚い、超汚い、口の中。見せるぞ。いいのか？バカだれが、バカだれ、アホンだら、暇人が、鼻くそ、うんこ、ん？旦那様。うん、そのメイド奴隷っていう ネタ終わったな、なんか一瞬で。どういうこと？うん、もういらないってこと？じゃあ全然最近なんかメイド奴隷っぽくないなと思って。うめえけど。重くない？うめえけど、ゲロ吐きそうだよ俺。そば食った。口もあるよ。うん、うめえけど。つけ麺。ご飯これ多すぎだろ、これ。大盛り？特盛り？うん。肉盛り、飯盛り。りんちゃん、タイトも昨日はありがとう、片付けと、ありがとう。りんちゃん、あのデザートいただきました、美味しかったね。あばずれ、ありがとう。りんちゃん、みそとくんね、またコラボしましょう、よかったら。すみませんって、ありがとう。あれ言ってよ、りんちゃん、マジで足コネコネしてないから。俺、いや、うちは見たから。やってないんだから。やってないのに。たまにそういう人いるじゃん、合コンとか。テーブルの下で足つけてくる。俺はお前そのタイプだな。お前死んだるから、やってないんだよ。りんちゃんはしてないって言うさ。してたから。してねえんだよ。うちの千里眼がもう見たから。してねえんだよ、じゃないと胸ぐらつかんだりしない。幻覚だから、してねえんだって。マジでやばいから。誰もしてないんだよ。
俺とりんちゃんがね隣に座ってただけでね足ね足ね こうやってこねこねしてたんだ。違う、足の指をね、みんな足の指をねこうやってね、足の指を何、足の指をこうやってね、こうやってやってないから、こうやってこんなこと、これがりんちゃんね、これがりんちゃん、これがルイージ、こうやってねやってないから、こんなことやってないから、マジでやばい、マジでやってないんだから。足から行くタイプや、この人足から行くタイプ。やんないから、こいつやばいだろマジで。誰もやって、二人ともやってないって言ってるのに、こぼしちゃった。言ってあげて、りんちゃん本当に言ってあげて、本当に俺やってないから無罪だから。一緒、仕方ない、ほらそんな人いる。だから俺は違うんだって、いるかもしんないけどね、配信中にやらないよ別に。今入ってないわけの、ガチで。これでいきなりね、ぶち切れて俺のこと胸ぐらずっと掴んでたんだよ、こうやって。だって見たの。おい、やってないんだって。やっぱやられてない、やってない、なんでそれを信じれない。やってやったやってないんだよマジでかよ、こいつやべえな、ほんと。うちが見たものしか信じない。本当にしてない。いやいや、本当にありがとう、りんちゃん優しいね。さすが、さすが。やばいから、足からいったから。よくさ、自分はさね、配信でさね、リュウヤのチンチン触ったりしてさ、触ってない、みんなにさ触ってるとこ映ってんってさ。いや、触ってないから。それは触ってないって言うのにさね、誰も見てない、やってない、やられてないって言ってるのに、俺らは信用できないってやばいよね、ほんと。足はこねくり回してたから、回してないんだよ。無意識やったかもしれんよ、こう手癖が出るからさ。違う足癖が出ちゃったのかもしれんけど、ガチで動いてたから、足の指が。で、りんちゃんの小指とサワ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 って、マジでキモくない？じゃあ聞いて、超キモいんだけど。聞いて、俺がね、癖が出てたかもしれないけど、やられてないって言ってんのに、なんでそれを信じないの？自分だって信じないやん。何をだよ、りゅうやくんのチンチン触ってだって、それ配信で映ってたんだもん。お酒こぼしたのは、倒れそうになった腕を離されたから。あ、大丈夫です、うん、大丈夫、いいよ。あれはあの、りんちゃんがベッドから落ちそうになったから、俺手掴んでたんで、こうやって。そしたら、りんちゃんに触んなよって言われたから手離したんで、そしたらりんちゃん落ちたんで、ボーンっつって、俺が離した瞬間、こいつだからね、落とした理由。りんちゃんが倒れそうになったから、俺手掴んであげたの、こうやって。りんちゃん危ないっつって、そしたらね、リンちゃんに触ってんじゃねえ、何触ってんだよって言ったから。手繋いでんだよ、だって手繋いでんじゃねえ、草に紛れて こうやってね、痛いから。こうやって押さえてあげたの、本当にごめんなさいね。リンちゃん謝らないから。なんでリンちゃんを許してくれ、利用されてないよ。いてて、逆だよ、こんな怪我させられてさ。誰、俺が誰んじゃない、これ怪我させられたの、誰に怪我させられたか知らないの。知ってる、ね、知らないの、誰にって何。いや、うちのこれのことかと思った、うん、ラーメンめっちゃ辛かった。あ、俺が悪いんだ、もういいよ、ごめんなさい、触っちゃって痛かったね。痛いってば。ちゃんと剥がれそうだから、ちょっとつけ直して。これあれつけた方がいいぞ、サポーター。サポーターすぐ剥がれちゃうか。え、いつの話してんの、別れました、 DV されて、 DM って。時系列やばくない？1週間ぐらい前じゃん。お腹いっぱいも食えない。え、みたろちゃん幸せね、ありがとうございます。あーゆあーあーあーゆあー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 ゆあーあーあーゆあーあーほら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 、何フォローしなさい、フォロー、フォロー、フォロー、ありがとうございます。
酔っ払ってる時いっぱい花火飛んでてもフォロー全部忘れてたから、いっぱいルゾタブ投げてくれた人でフォローできてない人、ルイージといるって見たらあんまり笑わないのに、笑えよ、もう笑えなくなっちゃったの俺と一緒の時は、笑えないですよ、奴隷だからな。大門さんに送った写メ、後で、ね、うん、配信者だから、うん、コースありがとうございましたってコメントした。そしたら58号で、そしたら、あ、届いたって、あ、気づいてくれた、あ、じゃあ写メ送んないと、で、なんかアンケート取ってた、なんて、ドゥイジが嫌いははい、エミタルが嫌いはいいえ、で、エミははいに押した、なんでだよ、バカ。そしたらね、回答が 50% だった、半々だったの。すごいね。あ、ルイージの悪口でしかもう笑わなくなっちゃった。確かに。ん？しょうこちゃん、みたるちゃんはルイージ君と毎日夜の営みしてるから、まあほぼ毎日しかない。おー、イルミネーション花火ありがとうございます。ああ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 ありがとう。ないっぱい投げてくれてたぞ、普段からフォローされてなかった。苦しい。うん、でもさ、嫌われ者カップルなのにさ、みんなよく見に来てくれるよな、ほんとありがたいよ。依存してんじゃない俺らに、うん、に、あー、ありがとうございます。あー、三日目島のことさん、ありがとうございます。あー、にゃ、ピーナッツ好き、ありがとうございます。あー、まいさん、ありがとう、ありがとう、花火嬉しいな、嬉しいな、ありがとうございます、ありがとうございます。ね、ほら、あー、ゆ、あー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 、バクナゲスさんかな、ありがとうございます。こういうきっかけでさ、バクナゲスさんが、バクナゲスさんがアルバム先をビルゲッツソフトバンクソーマシリ、バクナゲスさんがやってくれよ、やってくれよ、やってくれ。ペコさんも赤出しで本当にありがとう、どんちきらすこい、どんちきらすこい、ペコさん、ペコさん、アルバム先ビルゲッツソフトバンクソーマシリ、ペコさんがいないとやってくれない、ちょうちょう、ペコさん、ありがとうございます。うんりゃ、うんりゃ、うんどりゃ、うんどりゃ、どんちきらすこい、うんどりゃ。あ、来た、姫香ちゃん、ありがとう。来たよ、うちの姫香が。姫香ちゃん、姫香ちゃん、アルバム先ビルゲイ、ソフトバンクサマス。姫香ちゃんがいないとやってけない。ちょうちょう、姫香ちゃん、ありがとう。お久しぶり。ありがとう。隠してくれてありがとう、アンチコメ。ナイス、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 ナイス。ドンキクルスカイ。ドンキクルスカイ。好きだよって、姫香ちゃん。姫太郎も好きだよ、姫香ちゃんがいないとやってけない。姫香ちゃん、ありがとう。本当にありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。やっと来てくれた、やっと来てくれた。エミ太郎一人だとリスナーと喧嘩しかしなかった。ドンチキラスク、すぐ怒らせるやん。お姫かちゃん、3個目。何、体調に、体調に、なんだ、姫かちゃん、ありがとう。体調に気をつけて、姫香ちゃんもね、ありがとう。もう愛のあるコメントありがとう。大好き大好き、ありがとう。もう姫香ちゃんに後でプライベートで、うん、あのエミリーからの携帯からで話すことあるわ、ほんと。ってこと？うん、うん、甘やかせるのって、うん、声がキモ、お前もキモ、お前はうちの声よりキモいから、お疲れ、うん。エミ太郎いつ消えてくるの？お前が消えた3日後、まずお前から消えろ。どんちきらすこい、うるや、ずいっこしても可愛くない、お前がおめかしても可愛くない。イルミネーションの皆さん、うん、姉さん、ありがとう、ごめんなさい、いろいろ、あーね、いろいろほんとごめんなさい、もうありがとうございます、本当にありがとう、本当に楽しかった、ありがとう。
て。わかる。なんでわかんない、今違うだろう一瞬じゃないだろう状態が。いやわかる。これでしょ、ガリバターでしょ。いや美味しかったすげえ。うん、なんであるよ。なんでなんかなんでこってりしすぎない、なんで食べないのよ全部。ネギまみれなんだもんだって。ネギ取ったら食べる。ああはは、まあまあまあ食うかもしれないけど、俺のこと これ以上豚にしないでくれよ。どうすこい、あこの顔まではありがとうございます。いつもいつもありがとう。特命さん、特命さん、アラブズキルブリエソートマクサマセ、特命さんがいらっしゃる。ネギネン特命さん、ありがとうございます。ドリアドリアドンドンドリア、あれがあるよ、あのデザート、あのあれね、そう、あのリンちゃんくれたやつ超美味しかったわね、さっぱりして、うん、リンちゃんがくれたあの見せよっかみんなに。あれね、ほんと甘くもなくて、甘すぎもなく、大人の大人のケーキだね、あれ。そうそうそう、ちょうどいいね。これと白ワインとか、もワインとかでも合う。なんでもお酒だね、甘えば。見てこれ、あこれはゼリーかな、これただのゼリーだけど可愛くない、センスが良すぎる。食べな。なんで食べななんだって。なんで俺にお腹いっぱいだって。なんで食べ。じゃあまだ冷蔵庫入れ。冷蔵庫入れときなさいよ。苦しい。豆腐あるよ。いい、だから俺も食べれないって言ってんだろ。なんで食べたいんだよ。殺したいの俺のこと早めに。俺はそば食ったのに。あんだけそばとにご飯食ったばっか、頭フラフラする。回したら回した分だけドンチキだドスコイ俺や。なんでバック下げてんの。ファイスラッシュ、あのこれお気に入りのやつ、お母さんが送ってきてくれたから、寝る時までずっとね肌身離さず離さないの。もうお母さんがお気に入りで送ってきてくれたんだって、これやっと。そしたらもう気に入っちゃって寝る時まで裸にこれつけて寝てる時あるからお風呂入る時もこれ持ってかない、持ってく時あるからね。もうちょっと持ってるけど、うん、何が可愛いんだよ、うん、裸でこれおかしいだろ。寝てる時とか首締まって死んじゃうよ本当。嘘だろ、コーーファンタスティックありがとうございます。そういうところが可愛い、はい、どういうところ、裸にあれつけてお風呂入っちゃうところ。ひめかちゃんありがとう。ひめかちゃん、ひめかちゃん、アラブのスキプリケーソフトボクスマス、ひめかちゃんがネットやってけないドンチクトラスコーファンタスティック上がれひめかちゃんありがとう。ひめかちゃんにも、ひめかちゃんに送ればこれもダメダメ欲しいこれ、ひめかちゃんスパモンさんありがとう。笑ってるみたいな景色ありがとう。笑かしてくれて、笑かしてくれた。スパモンさん笑かしてくれて、スパモンありがとうございます。本当スパマちゃん、スパマちゃんありがとう。ドンチキラスクイル、やっぱ血管切れそう、寝起き。なんで眠くて。寝起きかっこいいよね。そうでしょ。見たの口臭いに決まってんじゃん。ガーリックいっぱい食べて、ネギもいっぱい食べて、サラリーマンで。あこの間俺が、あれだ、見てないか。あ、今日の朝でしょ。なんでよ。サラリーマンさんが給食女子のことを言ってたやつ。そのサラリーマンじゃないの。おー、そのやつじゃない。見てたうち。あ、違う違う、あの、あれエミリが、シュリちゃんと遊んだ日に、俺夜勤で暇だからたまにこう点々と見てんだよ。そしたらゼロワンさんがさ、新しいギャルみたいな女の子捕まえてさ、名前なんだっけギャルの女の子、第二のエミタロじゃねえって言われた。誰？ギャルみたいな女の子捕まえて、え？でゼロワンさんにチューしようとしたらね、ゼロワンさんがおめえ口くせんだよ、タバコの匂いしかしねえよっつってでもゼロワンさんもタバコ吸うじゃん。グータラミョンね、グータラミョン、お前あっちでタバコ吸えよっつって、たまんねえなって。何口臭いの。サラリーマンさんなんかやっぱちょっと変わった人なんだね。じゃあはい、あそうそうそう、でね、あの家に帰ってもゼロワンさんデート終わった後に配信つけたんで、初配信で1000人近く閲覧いて、であんとかウケるね、
一回配信切ってまたつけ直したら結局閲覧100とかね50とかになっちゃったね。全然盛り上がる。ねえねえ、あむ昔からいる人なの。なんだよ、ねえねえ、なんだよ、なんだよ、ねえねえ、なんだよ。今すごいセクシーだね。あーねあーねセクシーだねアタリメール薬長いことやってたのが歯が歪むぐらいアタリメール冒険がだからあれ買っちゃったもんね。そうそう、ま、マウスピースマウストゥーピースあの歯ぎしり防止の歯にはめるやつ買った。明日届く。マウストゥーピースとエミタラの性格好きってもんかわいいですね。かわいい、ありがとうございます。配信者に好かれ始まったらもうあれだぞ、もう立派なもんだよ。見た、うん、配信者さん最近来てくれるね。エミリのことやっと、あこういう子なんだって認めてくれたね。ねかっこいいね今、うん、配信者さんたちが今までで一番かっこいいかも今が。嘘だろ。ほんとほんと、何でもしたい何でもしたい、うん、アナル舐めよっか今から。嘘でしょ、うん、いいよ。ファブリーズ一回してからでいい。なん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 、かっこよくない今日。ああ耳舐められるの好きだ。好きじゃねえから。好きで言ったやん。好きじゃねえから。じゃあ耳返しな。好きじゃねえから。返して。喘ぎ我慢選手権。急に病気出てきちゃったんだけど、お酒のせい。違うよ。お前変なの飲んだ。あなたの顔のせい。変なの飲んだのか。飲んでない。ゾッとしちゃったよ。トップ吹いてないよ。あんなっちゃうよ、ほんと。こんなチンチクリンのゴブリン、チンチクリンの2回言うなよ、チンチクリンゴブリンって。かっこいいやん。分かったよ、落ち着けよ、落ち着けよ。嫌だ嫌だ。生理前、初ジョッキ。もう終わりだよ、この国。なサラリーマンさんどうしたの、なんか病んでるの。サラリーマンさんを救いたい、俺は。もう落ち着けよ。なんでサラリーマンさんとコラボ電話したくない、うん、するサラリーマンさん電話する。何があったの。仲良しとありがとう。サラリーマンさん、俺に DM くれたら LINE 電話してあげるぞ。サラリーマンさんなんか病んでるなら聞くぞ。ほらね、配信者が配信者なの、最近増えてきてんだよ、エミリー。配信者なの。うん、だってこれホワイトついたら配信者だから、ね、あ、そうなの。そうだよ、配信者。そう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 。ありがとうございます。あの、遊びに行きますね。で、なんで配信者がこうやって仲良くなっていくと、あの結構アンチが減っていくかっていうと、うん、ね、配信者がエミタラの好きって言ってくれるんだよ。ルイエミが好きって、あー、ありがとうございます。いつもありがとうございます。あら、せっけんビル、そこ、そこ、どこに、そこ、いない、やってきない。これ何配信？ HH 配信。つけよ。ベロ出すなよ、ベロすぐ。すぐベロ出すな。喜ぶくせに。何クールぶってんだよ。おい。おい。おい。やれんのかって、おい。おい。おい。震えるよ。エミタルちゃん可愛すぎて。ありがとうございます。ありがとう。嬉しい。さっき会っただろ。あう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 あ、王様ランキング。違う、さっきなんか言ってなかった。あゆちゃん、あゆ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 、あ、これ昔のルイジさんみたい、この角度。どこだよ昔の。かっこいい。お幸せに。なんだ、ありがとうございます。おっ、あーね、これ群馬の子なんで。うわー、かわいらしい。ありがとう。この配信者ね、一回群馬に来たらやらせてくれるっつったのに行ったんだよ。全然やらせてくれなかった。カラオケ行って解散。やばくね、この。いいね。いいの。やりたかった。あーね。やりたかった。だってやりたくて群馬まで行ったの。キモ。それなのにさせてくれないんだよ。ただ。前キモいな。その時に初めてたくまくんの知ったんだよ俺。なんでたくまくん。そのもう二人いたんだよ。二人群馬でやらせてくれるって言った女の子がいたから遊び行ったのね。そんなやりたいの。違う違う違う、ネタだよネタね。ああなんか群馬でやらせてくれるって言うんだから行ってみるかっつって行ったんだよ。遠いの群馬。こっから3時間ぐらい電車で。遠そう。
で、減った減った、ありがとう。ね、この子と一緒に行ったらラブホテル泊まったんだよ。なんか知らないけど妹も連れてきてね、妹とその子とそれ3人でラブホテル行ったんだよ。そしたらそのラブホテルが、そこなんかいるよ、なんか見える、なんか見えるって、みんななんかもうラブホテルの心霊スポットみたいなラブホテルで、うん、で結局なんかエッチできなくて、で次その日の次の日に、キャバクラ、キャバクラに来てくださいよって言われて、でキャバクラ行ったんだよ。そしたらその女の子がたくまくんと仲良かったの。あープライベートで、うん、あなんかあきこママつながり、その女の子とあきこママが仲良くて、それで、でたくまくんもその女の子と仲良くて、でそこでたくまくんと知って、そこからたくまくんに俺にコメントが来るようになって、その 2,3 日後に歌舞伎町配信でたくまくんが俺に挨拶に来てくれた。なんでみんなうるさいなんだよ。でじゃない確かにで。だからあの群馬に行ってからたくまくん初めて知ったなっていう話。でじゃないよ。話長くねえだろ別に。出てきたわもう一回。俺もうサラリーマンブロックしようかな。ちょっと舐めてきてるよな。面白いね。うん。ボワンボワンしてる。終わっちゃうぞお前らがそうやってね、アンチコメントばっかやってると終わっちゃうぞ。いいのか、リージーはいいやつ、こんなイケメンじゃん。いいやつだろう。なんですって面白いこと書いてるサラリーマンさん、あのいじめないでよ。面白くするんだったら全然あれだから、一生仲良くしたいから。あれしきちゃんって A 番じゃないの。しきさんって A 番じゃないの。戻ってきたの。ふわっち、正直これはルイージの竿が羨ましい。よくわかったね。エミ太郎したくてたまりません。それな、なに、あ、ふわっち戻ってきたんだ。ふわっちやってるのがしきさん、ちょっと見たいんだけど。あそこにある。エミ太郎としきちさんと仲いいの。仲良くない。腕の痛みね、まだ痛い。悪化してるわ。しかも悪化はしてない。見て、もう張り方がずさんでボワボワだわ。エミタロと夢で何回も言ってます。どうだった。あ、 DM は来てたよ。でも返事来なくなっちゃった。え、 DM でやり取りしたんだよ。なんで、どっちから。だいぶ前にね、エミリから、あっちから来たんだよ。なんで、頑張ってるねみたいな、見てるよみたいな。多分同じ福岡県民だから、福岡にいる時かな。え、嘘で、それでありがとうございます、なんか今度コラボしないみたいな言われたから、アル中ですけどいいですかって送った。返事来なくなった。だから嫌ってことじゃない。だからうちもそっからな。舐めてると思われたんじゃない。アル中ですけどいいですか。あ、アル中です。一応言ったんだよ、ほらずっと酒飲んじゃうからさ。私からこびてこうやってコメントしてんのに、アル中ですけどいいですかって、なんか舐めてねこの女と思っちゃったんじゃない。かもしれん、うん、でも一応言ったんだよ。そうだから、確かに今ふわっちで福岡で普通の人いないね。変な女。素直すかね。メガホン9個ありがとう。最高のドラケン、ありがとう。いや嫌われた方が楽だよ。いや意味で愛されてるよ、うん、だって、うん、好かれようと思う方が大変だから、嫌われた方がいいんだよ自分から。うん、嫌われる勇気、人はあんまり好きじゃないし、うん、嫌われる。ペコちゃんありがとう。さっきの自演売面コメントだろう。え、ふわち A 版なの結局。400福岡市内は、え、あんなにいっぱいコメント来たのに。エミリーって可愛い名前、ありがとう。俺もエミリーって名前好き。エミたら男見る目ないね。それはないと思う。うちは好きになる人も女見る目ないと思うけど。
やばい女だから配信外が一番な。ナナちゃんありがとう。配信外が一番やべえから。エミ、うん、配信外が一番な。あん、ボブが似合う。そうやって言う人あんまり好きじゃない。おお、ひめかちゃんありがとう。ずっとひめかちゃんありがとう。ひめかちゃん、ひめかちゃん、アラバンザキビリゲーソトマクソーマサチ、ひめかちゃんがいないとやっていけない長寿のひめかちゃん、ありがとう。ありがとうね、ひめかちゃん、あの電話ね、してくれたりありがとう。ずっと生滝山さん、おやすみ、おやすみ、ありがとう。汚くてね、だ寝てたくボサボサ当たり前だろ。大丈夫。疲れた。いいよ、面白いよ。今さっきあのあれなんだよ、あの俺眠剤飲んで眠ってたからちょっと眠いんだよ。途中で起きちゃったから。今日コラボすんね、ジェットさん。しないね。寝てんのに途中でおこご飯食べさせるんぞ。しかもまだ2時って俺1時間しか寝てないんだな、あれ。ありがとう。あーゆあーあーあーゆあー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 ゆ。ありがとう。誰だった、誰だった。ありがとうございます。バクナガシさんだったでしょ。ありがとう。少しじゃないです、もう本当にありがとうございます。あと、いい、大魔王さん見てらっしゃるかな。何が、どうしたの。あ、香水。香水もし見てたら、大魔王さん香水届きました、ありがとうございます。あの使わずに、あの好きです、あの形見として大切にさせていただきます。なんで死んだみたいな言い方すんだよ。死んでねえから、戻ってくるから。ありがとうございました、本当に。なんで死んだみたいな言い方すんだよ、やめろよ。ありがとう。俺大魔王さん好きだから。ミス大魔王です、これは。ありがとうございます。俺大魔王さんから流れ変えてもらったんだぞ。ありがとうございます。大魔王さんからアイテムが飛ぶようになったんだよ。あ、こいつ投げてもいいやつなんだなって言って。ほんとお元気になさってください。お前やばいな、ほんと。ありがとうございます。まったねじゃないよ。ありがとうね。さり際にかっこいいわ。あ、俺がさっき賞に見つけたんですよ。この人なんか投げてくれる。あ、片身。おい、ほら、大魔王さん。大魔王さん。ありがとうございます。届きました、今日。嬉しいコメント。ありがとうございます、大魔王さん。よかった、片身じゃなくなったわ。お前、マジ最低。大魔王さん、今一瞬敵に回ろうとしました。俺は大魔王さんのこと一生大好き。だってもう会えないと思ったから。会えないってなんだよ。もう嫌われちゃったから。俺は大好きだけどね。だから使えないから。エミリーにはもう二度と関わらなくていいですけど。使えない、大切にするものって形見じゃん。だから、でも今来てくださったから、やっぱり使います。ありがとうございます。使わないと思ってたの？ん？だって使っちゃったら中身なくなっちゃうじゃん。よくわかんない。ありがとうございます。何、殺すなよってこと。殺すなよ、ほんとだよ。勝手に殺すな。ありがとうございます。言い方悪いよね、ほんと。なんかメスの匂いがするわ。やめて。メスの匂いする。福岡のキャバでエミタロの知り合いに会って喋ってたけど、びっくりしてたよ、これ以上は。どういうこと。福岡のキャバでエミタロの知り合いに会って喋ってたけど、びっくりしてたよ、これ以上は言いませんか。うちに前科があることがでしょ。ありがとうございました。だってみんな知らないの。じゃあそろそろな、ね、やだ、体調悪いから。やだよ、せっかく起こされちゃったよ、逆に。エミリーに。ちょっと寝よう。エミリー疲れちゃったの？もう満足しちゃったの？逆にご飯食べたから満足しちゃったってこと？急に起きたんだけど。ルイジ内緒で、内緒でやらせてって。 DM すればいいじゃん、ちゃんと。多分エミリーって嘘つかないし、エミリーは嘘つかないし裏切らないよ。本当にやりたいなら多分10万も振り込みしたら、多分本当にこいつ行くぞ、バカだから。本当に人嘘つかないっていうか、裏切らないバカな子なんで、多分フラフラする。だって見せてくるんだもん、 DM の内容。
ありがとうございます。あ、ひめさんありがとう。 DM もありがとうございます。特命さん、特命さん、アルバム先ブリゲストバッグ、そうそうそう、特命さんがないと言ってけない、ちょうちゃん、特命さんありがとうございます。バッグの中身今見せてみて。いいよ、バカなんじゃなくて素直なんで。ありがとうございます、ありがとうございます。匿名さん、匿名さん、アルバム先ブリゲソトマクソマサス、匿名さんがないと言ってけない、超ちゃん、匿名さんありがとうございます。エミタロのバッグの中身紹介始めるよ。これね、昨日母親から送られてきたポーチですね。一体何が入ってるんでしょう。あ、鍵ですね。実家の鍵と黒川ハイツの鍵です。それとこれチャラチャラなるから、くるみちゃん好きなんで、うちこれ姉ちゃんと教わる。姉ちゃんはマイメロが好き、こうやって伸びるタイプ、これいいよ。これチャラチャラうるさいから中に入れ込んで、これね3つ4つ入れるとこがある。1、2、3、4で、2つ目のポケットは、お、アイコスのテラサと、これ大事、ポケット灰皿ね。ポケット灰皿と、これもなんか母から昨日もらったシャネルのグロスかな、とニベアのリップと、終わりです。それだけ。ちょっとダサくないこれ。でもうちは可愛いと思うけど。それだけです。あ、あとこれ、さっきの玉についてた味玉無料券、これを入れましたね。そんな感じです。クイズに気持ち悪い。オレンジ、蛍光色が好き、蛍光色。気持ち悪い、うん。終わります。大丈夫？うん。なんかいる？今日何する？ん？今日何すんの？明日は何する？明後日、もう俺ら1週間暇なんだけど。何する？何する？何でもいい。大丈夫？うん、ゲロ吐きそう。唐揚げはもう好き。お茶飲みたくない？お茶はね、飲むと眠れなくなっちゃう。水いる？水いらない。オレンジサイダー。福岡帰るか、今から2人で。明日から。ガチ？うん。いいよ。今から福岡の、明日から福岡帰るか、親挨拶しに行くか。全然いいけど、うちがただ猫とかおるよ、うん、猫、犬、うん、福岡か、茨城帰るか。一週間暇だし。一週間も大変。俺だけ行け、ゴブリンってなんだよ。俺行って何すんだよ。やべ、なんか最後、ありがとうございます。ずっといるじゃん。いいよね。匿名さん、匿名さん、アラムの席ブリゲストバックソマス、匿名さんがないとやっていけない、チョウチラン、匿名さんありがとうございます。頭振ったらいかん。嗅覚やばいだろね、言っただろ。すごい嗅覚、ありがとう。すごい爆弾さん、ありがとうございます。感謝感謝。2万ぐらい使ってくれたんじゃない？すごいわ。ありがとうございます。これで福岡帰れる、いつでも。そう、偉そうにね。俺全然、俺が投げてるわけじゃないんだけど。なんなんで、どうしたいんだよ。なんでもぞもぞすんだよ。よくないからもぞ。痛い。あ、ごめんね。あ、ここ触ってためのところ。1位だって。ありがとうございます。今日お前頑張れよ。1位取れるぞ。
ありがとうございます。今日こそ取れよ。仲良しいいねってありがとうございます。ありがとうございます。すぐエミリーにプラチナ。お幸せにって。なんで俺の顔隠したかに、なんで俺の顔映したくないんだよ。俺にも見せてくれよ。なんで俺の顔隠したくないんだよ。なんで俺の顔隠した、俺 DV 出そうだよ、本当俺の顔隠されると。自分。なんで怒っとんの。怒ってないよ。怒っとる、怒ってないよ。怒ってない。1位誰なの。なんで。怒ってないから。血管切れそうだよ、本当。なんでそんなさ、冷たいの。冷たくない。何も冷たくない。冷たいよ。1位誰か見ていい。1位取れるんじゃない、頑張ればね。あのさ、せいちゃんが言ってたんだよ、昨日配信で。あの休止するときにね、ふわっち頼んだぞって。今さ、ふわっちでさね、藤沢さんチートがなかったらさ、ゼロワンさんとパルパルさんぐらいじゃない、沸かしてんの。パルパルさんはお昼だけ、いつも通りのね。ね、ゼロワンさんが寝てるときは、ゼロワンさんが寝てるときはね、エミリしか沸かせられないんだから、エミリ頑張れよ。正直俺が沸かしたいけど。じゃあうちもラジオ体操すればいいの。そうだよ、お前はラジオ体操、俺かけてやるから、お前ラジオ体操やれ。ちゃんと見たか、 これだけだぞ。手手伸ばしちゃダメだぞ。ずっと脇の下に、脇を締めながら全部体操するんだぞ、ゼロワンさんって。脇の伸ばしちゃダメだからな。やるか、体操やるか、俺取っててやるから。いいよ、今はフラフラする、もう終わるよ、うん、そう、終わっちになっちゃうからね。あのせいちゃんが言ってた、頼んだぞって、俺が戻ってくるまで。いや全然、せいちゃん何も俺に渡してない、ただたまたま挨拶しに来ただけ。ねえ、エミリが今ふわっち沸かせる新人で初めてだよ、こんなすごいの。頑張れよエミリー。実家行くか。行く、引っ越し取る明日。うん、でそうそう、せいちゃんは俺カバちゃんってもうカバちゃんってどっちもカバちゃんだから分かんない。せいちゃん、俺もせいちゃんのこと本当に好きだよ。嬉しかったよ、来てくれて。ほんと半分涙出たし、500メートルぐらいタクシー追いかけて走ったよ、本気で。ありがとうございます、喜んで。デイジのことほんと好きに決まってるやん。細胞が言ってるから好きって。うちはね、500メートル長すぎ。500メートル。ここ行くか、大丈夫？何が？ここで王子とチューしたんだとか、ここで王子とご飯食べたんだとか、王子自慢しない？ここで王子と初めて会ったんだって。王子と会ったとこと、うちの家は違うから。王子の聖地巡礼しない？巡礼の旅？うん、王子巡礼の旅する。いやいやいや、そこまで深い思い出ないから。ねえ。ケゴ公園。ぶっちゃけ言いたくないけど。ケゴ公園は流るもん。いいよ、もうほんと正直に話すよ。何？正直ぶっちゃけ言いたくなかったけど、まマジで切れるかも。切れる？ぶっちゃけていい？何系？もう今ちょっと頭が水代飲んでるから、ちょっとふわふわしてるから、この勢いで言っちゃおうかな。うちが怒ること？怒ると思う。関係ねえからな、睡眠薬飲んでるから。関係ねえか、出てかない？絶対今は出てかない？出てかないって約束するので言っちゃうと思う。出てかない？うちが嫌いな女の名前出さない？出さない。女の名前だから昨日のこと？一応考えない。昨日のこと？昨日のことも一ミリも関係ない。俺が前々から計画練ってること。絶対出てかないって言うんだったらいいよ。約束してくれる？怒んないって。これ怒るね。で何？目見えてないけど怒る気がする。何？怒んない？
出てかない？怒られると思うようなことなの？俺が落ち着くまで一回寝て起きるまでは一緒にいてくれる？そこまで一緒にいてくれるんだったら約束するなら、そっから出て行っちゃうかもしれないようなことを今から言うってこと？言うかもしれない。どういうこと？何を打ち明けるの？またうちの心かき乱すの？そうやって乱しちゃうかもしれない。今うち超笑顔だったのに、うん、どういうことな？何についてのこと？女絡みのこと？女絡みじゃない、俺の三大七不思議の一つ。性に関すること？三大七不思議の一つ。性に関すること？性には関さない。もしかしたら一つかじったらかそっちにさ、ゲロ吐きそう。大丈夫？もう食いすぎてゲロ吐きそうになっちゃった。三大七不思議の一つ言っちゃっていい？三大七不思議ってね、分かんない。三と七どっち？どっちなんだ？三大七不思議ってどういうこと？三大七不思議ってどういうこと？三と七どっちなんだ？三三七拍子ってこと？まあいいや、みんな一緒に聞いてるからいいな。大丈夫？うん。たまにあるんだよ、定期的に。これを言うと正規ヘルプスがあるとか？違う、これを言うとみんな勘繰り始めるんだけど、来週かあれなんだよ、夜勤休みなんだよ。それで？それだけ？うん、言ってたよお前。たまーにあるんだよ、うん、それだけ。そう、なんなんだから。マジでうざい。たまに夜勤行くって言ってフラーっと遊びに行けるチャンスがたまーにあるんだよ。夜勤って言って？うん。じゃあ福岡行くぞ。だから今から2週間暇なんだよ実は。福岡行くぞ。福岡行きの茨城行きので、そろそろ動かなきゃ。展開今日大魔王さんも言ってたんだよ、そろそろね、あの変えた方がいいよねって配信スタイル。それ聞いてうちも、あそうだなって思ったんだよね。そうだから俺本当に喧嘩したりとか本気でイラついたら俺来週マジで浮気しようかなと思ったんだけど、マジいっか。どういうこと、うん、大丈夫？そうする相手いないしな。今日満月だよ、仕事辞めて。浮気したいってどういうあれな？気になる子がいるってこと？違う、ストレス発散。もうストレス発散。再確認で再確認。何の？あ、やっぱり吐きそう。いや2分、うん、4、5分の1ぐらい。何が？だ食べたばっか、そば食べてまだお、そ、なんかそばパンパンパンなのに、そばパンパンなのに上からつけパンパンとスタパンパン入れるからもうお腹がパンパンだよ。しかもなんかすごいむくんでるし、顔が。むくんでない。顔が破裂しそう。やっと寝れたと思った、1時間ぐらいやっと寝れたと思ったらすぐ起こされちゃって、はい、破裂しそう顔が。はい、うちもジンマシン止まんないからストレスで。あ、明日の飛行機誰か取ってくれます？行くか福岡。小じき行動でバンになっちゃうよ。なんで？あ、やっぱ。何？ねえねえどうした？やっぱ怖いって。飛ぶ。ねえやだそういう人。福岡行くか明日。お、にゃごにゃごさんかな。あー、にゃごにゃごさん、アルバンザキプリケンソートバックさんのネット、にゃごにゃごさんがね、ってかない、超ちれい、にゃごにゃごさん、ありがとうございます。ありがとう。ガチでうちにキレてるね今。誰が？
あなた俺切れてない1ミリも。今睨んでたじゃん。違う目がすごい開き、なんか全然目が開いてる気がしなくて。愛が憎しみに変わっちゃった。どこで思ったの。そう全然怒ってなかったんだけど目が開かない。ここは行くエミリの実家見てくる。なんか年末年始の方が逆に休み取れなそうなんだよ。しかも飛行機も高くなるし。ああだから今からなら2週間行けるね。来週休みだから仕事。全然うちのお母さんを歓迎すると思う。うちのお母さんのお気に入りの LINE スタンプはルイージさんのあの泣いてるやつだから。なんで泣かすんだよ俺のこと。俺いつ泣いたよみたいな。俺いつ泣いたんだよ。バッシュは母ちゃんにやってもらうか。エミリのダーマペンもしてくれるよ。そういろいろ美容機器も。怪我してんのにそこまた傷つけんの死んじゃうよ痛くて。顔洗えうのも早く行く。じゃあ明日福岡行くチケット誰か取ってくださ い。お金払うんで一番安い取り方教えてください。ちなみに俺今耳全然聞こえないし体調不良で。やばすぎな。自己責任だから。あと6秒4。なんで配信3